私の名前は金田志保。農家の跡取りである夫のタスクに嫁いでもう3年。農業は大変だって言うけど本当にその通り。朝早く起きて収穫して仕分けをして箱に詰めて農協に。嫌がる子も多いけど私はきちんと納得してタスクと結婚したのだ。もちろん結婚の挨拶に行った時義母と義父はとても心配してくれた。志保さん本当にいいんかい？うちは米もきゅうりもやってるから本当に大変で。途中で嫌になるかもしれんよ。夫が継がなければ畳むつもりでいたらしい。でも農業系の大学で出会ったわけだしね。覚悟はとうにできていた。義両親も本当にいい人で何かと気を使ってくれたし、仕事内容というよりこの二人がいかにも農業、嫁は従えみたいな人たちだったらやっていけなかっただろう。志保さん、今日秀夫夫婦来るって。ちょっとご馳走でも作るかね。はーい。近くに住んでいる義兄夫婦もたまに顔を出してくれる。盆や正月もいわゆる本家に集まるのも田舎特有かな。義父は一度体を痛め、お手伝いはできないけど、夫は台所仕事も手伝ってくれる。というか、お酒を飲んで座ってるだけが苦手なんだとさ。仕事を終えた後、私と夫は買い出し、義母は下ごしらえ、それぞれ準備をして、夕方になって義兄夫婦がやってきた。こんばんは。これ持ってきたんで、みんなで食べましょう。わあ、ありがとうございます。この人は、義兄のお嫁さんの葉月さん。家に来るたび何かおかずを買ってきてくれるから助かる。料理を仕上げていく中、義母が、あっと声を上げた。いやだ、みりんが切れてたわ。私すぐ買ってきますよ。商店はすぐそこだし、ささっと出かけようとしたのだが、やば、財布忘れた。家を出てしばらく歩いてから気づき、慌てて戻った。財布、買い出しの時テーブルに置いたまんまだったから。リビングへ向かうと、妙な空気になっていることに気づいた。ニヤニヤして、なぜかレシートを持っている義兄。うんざりした顔の葉月さん。どうかしたの？ああ、なんか兄貴がさ、変なこと言い出して。ん？私が戻ってくるのを見て、義兄はここぞとばかりに大声を出した。ほら、これ見て。2000円しかかかってないでしょ？え？どういうこと？いや、なんかさ、兄貴いきなり話し始めて、食費とかいろいろ家計で10万ちょい出費があるみたいなんだけど、それがおかしいって。食費は3万もかからないはずだって。え？ここで補足するが、義兄はかなり食べる人だ。それを差し置いても3万はないだろう。そして持っているレシートが私のものだと気づいた。それ私の財布に入れてたやつじゃ。ほら見ろ、やっぱり実家のじゃないか。実家は食費に2000円しかかかってないぞ。は？それ今日の買い出し分ですけど。まさか義兄、そのレシートを見てうちが2000円しか食費がかかってないとか言ってるのか？そんな話あるわけない。うちは4人で暮らしてるのに。あんた何言ってんの？それは今日買った分よ。1ヶ月の食費なわけないだろ。はいはい、構うなよ。嫁は無駄遣いしてるんだ。だから月に10万もかかる。どう説明すんだ？あ？はあ、わざとらしく向ける顔がかなりイラつく。それが今日1食分でも、それが10回とか20回とか続いたら3万以上になるでしょ？だから、かばうのやめろって言ってんの。いやいや、兄貴さ。何を言っても、私たちが葉月さんをかばっていると思っているようだ。呆れた夫は仕方なく電卓を持ってきた。このレシートもよく見てよ。到底1ヶ月分だとは思えないだろ。仮にこれを母さんの言う通り1食分として、31日分をざっくり計算してさ。本当に大雑把に電卓を叩いてみせたが、それも信じない。てか、勝手に私の財布を漁ったのも許せないし。妙な空気になってしまったので、食事会はなしになり、義父と夫が義兄を連れ出して飲みに行った。私たちは作りかけの料理を仕上げてテーブルを囲む。最近ずっとああなの。無駄遣いしてるんだろ。俺の金を返せまで言ってくるのよ。何を言っても聞かない感じでしたね。私が何を言っても言い訳にしか聞こえないみたい。転職してからこうなのよ。こんなこと言い出したのは。葉月さんの話を聞いて、うちに泊まっていくか聞いたけど、帰ってしまった。
それから夫たちも帰ってくる。義兄も家に戻ったようだ。どうだった？全然ダメ。姉さんを金食い虫だとまで言い出してさ。話全く聞かねえんだよ。ありゃダメだ。義父もお手上げのありさま。あれじゃ家に帰ってからも大変だろう。葉月さんのことを心配していたが、数日後、なんと義兄がやってきた。仕事を辞めたというのも驚き。何考えてんだよ。あいつに金渡すのが嫌になったんだよ。働くのも嫌だ。俺は ATM じゃない。まさか無職で実家に出戻ってくるつもりなのか？ゴロゴロし始める義兄に、ついに義母の雷が落ちた。いい加減にしな。お前に今から3万やる。やりくりしてみろ。と3万を叩きつけ、買い出しに行くように命令した。なんだよ、楽勝じゃん。それを握って早速出かける義兄。まさか料理まではやらせはしないだろう。あくまで買い出した。それも1ヶ月分、きちんと考えて、まあ無理だろうけど。最初は、ほらよ、買ってきてやったぞ。なんて何も考えず買ってきた。半月も過ぎると、おかしい、足りない。と言い出した。当たり前よ。あんた入れて5人になってんだから、もっと金かかってんの。わかってんのかい？ここら辺から普通の感覚が戻ってきたのか、義兄はやっと自分のおかしさに気づいた。3万って無理じゃん。そうですよ。しかも兄さん、人の3倍食べてるでしょ。もっと食費かかってますよ。俺、おかしかったんだな。正気に戻るももう遅い。葉月さんはとっくに義兄と住んでいた家を出て、会社近くにマンションを借りたらしい。それを聞くなり、義兄は慌て出した。電話をするも、冷たい態度を取られてしまう。ごめん、俺が間違ってた。謝る、やり直そう。必死に謝ったが、もう葉月さんの感情は戻ってこなかった。もうあなたとは同じ空気すら吸っていたくないのよ。これからは弁護士を通して連絡させるわね。葉月。それでも諦めきれなかった義兄は、つきまといを始めた。当たり前だが警察を呼ばれ、うちに連絡が来て、仕事中呼び出されて困った。人様に迷惑をかけた、警察の世話になったと聞くなり、義父がこれ以上なく怒っていた。恥ずかしいことをするな。元はお前が原因だろ。思い通りに行かないからと迷惑をかけるな。お前とはもう親子の縁を切る。そんな。義両親は警察に引き取りにも行かなかった。そして、次々と義兄の荷物を家から放り出した。本当に敷居をまたがせないつもりらしい。それから、すぐ葉月さんとは離婚が成立。葉月さんは、勤めていた会社の本部に呼ばれたらしく、都会へ引っ越していった。もう軽く行ける距離ではなくなったため、義兄は一人まだ解約してなかった葉月さんと暮らしていた家で泣いているらしい。そこですがってきたのが、やはり弟である夫だった。頼む。母さんと父さんに許してやってくれって言ってくれよ。このままじゃホームレスになっちまう。新しい就職先でも探せばいいだろう。自分が取った選択なんだから、うちに頼るなよ。俺たち兄弟だろ？なんてそんなひどいこと言えるんだよ。ひどいこと言ってたのは兄さんだっつーの。姉さんに言ったこと忘れてんのかよ。あれは、本当に一時の気の迷いだったんだよ。でもそれで姉さんは傷ついていただろう。もうこうなっては元には戻れないんだよ。実の弟にも突き放され、義兄は大声で泣いたという。実は、あんなことを言い出した原因は、まさに転職した会社にあったらしい。そこは、洗脳ブラック系の会社で、働くことは素晴らしい。やりがい第一。やりがいがあれば賃金なんて安くても構わない。なんて、毎日言わされてたんだとか。それでだんだんその通りだと思うようになり、こんな素晴らしい会社で得た給料を嫁に使うのはおかしい。ジャブジャブ使っているのが許せないと思い始めてしまったみたい。葉月さんも働いていたのにね。これ以上実家と私たちに迷惑かけさせまいと、夫はとある知り合いの人手が足りないと言っていた農家に義兄を紹介した。うちより重労働なそこで住み込みで働かされている。働くのもそうだけど、限られた金で買い物して料理するのがこんなに大変だったなんて。葉月。未練がましく夜中まで泣いているそう。一人だから何でも全部やんなきゃいけないし、いい勉強になっているに違いない。
一方私たちはやっと嵐が過ぎ去り安心していた。兄貴があんなになってしまったのは本当に驚いたけど、別れて正解だったね。うん。たまに葉月さんとも連絡を取り合っている。今役職がついてますます忙しくなってるみたい。明るい声に安心してしまった。まったく、買い出しに行って頑張って家計をやりくりしている人をバカにするなんて今思い出しても腹が立つ。しかし義両親の落ち着いた顔が見れただけよかった。あのままじゃうちに帰省されてたかもしれないしね。来春には子供も生まれる。夫、義両親と共に力を合わせて暮らしていこうと思う。ご視聴は